んこんにちは、伊豆の主でした。シャーシャー。普段はね、遊ばせていただいてる、うん、お友達でもあるんですけども、はい、動画を撮るのは2年ぶりで、プライベートだとね、アンダーさんも仲いいから、じゃあせっかくだから俺も行くよなんて言ってくれたんで、はい、今日はそんな5人でやっていきたいと思うんで、大和さん、呼び込みをお願いします。はい、マッチョなクソバカ兄弟です。よいしょ。よいしょ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 。どうも皆さん、こんにちは、ソエチャンネルでした。シャー。よろしくお願いします。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 します。今日は何やってるんですか。さっきあの我が子持ってきたんですけど、最近生まれました。最近生まれたての。今日はこのサワヤンが5リッター持ってきてくれたんで、さすがにこんな飲めないからね。いや、まあでも、3、5、5、5、5。なんで俺が3なんだよ。一応ゲスト1人1っすね。簡単っす。今回はちょっとこっち見ててもらっていいですか。ちょっとサプライズがあるし、怖いな。そうだ、なんだ。お待たせしました。どうぞ。よいしょ。でさ、しゃあ、でさ、もうこっちが本家みたいな。まあ僕らもあの今回はウイスキーをね飲むっていうのさっき聞いたんだけど、バーベキューをいっぱい買ってきたんで、バーベキューしながら5リッター。各社気づいたらなくなっちゃいますね。よし、各社ね、サクッとサクッといっちゃいましょう。お願いします。お願いします。シャッシャッ。乾杯。酒飲むか。そうだね、あそこで待ってるから。ずっとネクストバッターズタイプ。よし、じゃあ入れていきましょう。入れていきましょう。ちょっとグラス。まあね、これがあるんで。確かに気をつけてくださいよ。気をつけてくださいよ。無限ですか。無限。いきます。おいっす。よいしょー。いや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 。オッケーオッケー。すごい、大暴れ。すごい、いっぱい大暴れ。いっぱい入れちゃった。始まりますね。おお、まあ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 、水僕優しいんで。オッケー。こっちから作っていっちゃうよ。ありがとうございます。オッケー。まあ優しいな。すごい優しい。じゃあ、せりつながら私からお願いします。一発目いかせてもらっていいですか。それでは、サワヤンと伊豆の主3、2年ぶり待望のコラボ2回目。はい。楽しんでいきましょう。キャバイ。キャバイ。キャンパイ。キャンパイ。ありがとうございます。バカっぽいな。くぅー、いやしい。いやしい。いや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 ー、このカラカラの喉に染みやすい。慣れてきた。染みができる前にいろいろ、そっちだとガスだからね、すぐにいけるんで、ここら辺で。じゃあ焼こう。本日はバーベキューしていく。よいしょ。じゃあホタテ入れていきます。おいおい、これも取っとくわ。ぶつ取り。オッケーオッケー。いやー、酔っ払ってきましたね。ねえ、だいぶいい感じっすね。初めの乾杯でもう酔っ払ってるもんね。沢くんの方が終わったそうなんで。あ、終わった終わった。おめでとうございます。いやー、マットちゃんと作れよ。まさかそれより薄いの作らないだろうな。いいえ、強い。やばっ、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 やばっ。ほんとにゆっくり行こう。お兄ちゃんって大変だね。マジでない。お兄ちゃん大変だな。でもなんかホタテの香りがすごい素敵。これ飲めそうですね。ホタテの香りでいけそうですね。ホタテの香りとともに、ホタテの香りともに、キャツバイ、キャツバイ。色おかしいね、これ。おかしいな。
うまいんだよな。うまいっすね。うまい、うまい、おい、最高だ。俺のやべって連発おかしいって言っていいよ。お兄ちゃん後頭部しか映ってないからお兄ちゃんおかしいってもうね、うん、今のところもうこんな感じ結構もうほらほら、いいよ。ちょっと待って、すげえ頑張ってるのにここ、いやまだね1時間ぐらいですから。1時間ぐらい、確かに薄い水できたところで今日はしっかりと全部飲み切っていきましょう。乾杯。今日寝かせないから、寝かせない。今日寝たら腹パンだから。ホタテがちょっと、ホタテが、ホタテが、鳥皿と何なんか箸、なんかちょっと開けたいですよ。ちょっとパパカクパ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 、あるよあるよ。あ、じゃあ、じゃあ、クパ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 じゃね。よいしょ。いいね。これね、だし醤油だからね。めっちゃうまいんだよ。うまそう。いいね。いいね。ガンガンいっちゃう、ガンガンいっちゃう。ちょっとオメガぐらいだもう。よいしょ。よいしょ。ホタテいきましょう。できました。はい、はし、あんしようぜ。はし、はし、はし、3、2、1、いってらっしゃい。いい音した。いっちゃいますよ、俺。おおおじゃあ次。おいっちゃう、いっちゃうって。いっちゃうって。おいくか、これ。これ、今チャンスで。今、ボーナスタイム。うん。めっちゃうまい。気持ちいい気持ちいいバカだ。チャンスがある。確かにね。じゃあ次、あんだ。いただきます。いっちゃってください。夫婦じゃん。うわ、待って、ちょっと待って。おー、これ吸ったやつがめっちゃうまい、これやば。うん、バリうま。いただきます。出るか、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 来るのか。バリうま。さあは、うわ、キモい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 、そのよいしょ、おいしょ。さあ、どんぐらいいける。どんぐらい、このまま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 いっか、このまま、このままやばい。おい、いった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 吸ったね。ホタテ消えた。気持ちいいな、マジで。気持ちいいね。超いい気候。今さ、風がさ、冷たくなってきましたね、徐々に。ね。OK。やりきった。そしたら、そしたら、ここから、ちょっと酔っ払ってるんですけど、はい、ここ、待って、ね、ここから、全員酔っ払ってます。丸鶏。丸鶏やったー。丸鶏でしたしゃ。丸鶏を使って向こうの方のグリルで、うん、あの時間をかけて作っていく料理が、うん、じっくりとね、できるんですか。いややば、そんなことができちゃうんですか。じゃあアンナさん、ちょっとニンニクのこれをペーツパーがいっ、じゃあかけてください。僕ガンザリとワンダリと言ってください。結構多めにいっちゃっていいね。もうすごい、すごい、しんちゃん、しんごい、しんごい、アンサー、アンサー、今俺の多分ウイスキーもスパイス漬けじゃない、スパイシー、すごいよ。中に塩吹いちゃうんすね。ちょい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 、でもね、油で落ちるから多分大丈夫。濃いめにつけて、これめっちゃ香りっすね、このふりかけ。これニンニク醤油5円、ニンニク醤油粉。ちょっとそのままちょっと食べてみ。あ、そう、めちゃくちゃうまいから。そのさ、ちょっと待って、うまやばい。まあ、寂しくなったらこうちょっとスーッとこれだけで、つまみつまみめちゃくちゃいい、これ当て、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 これ当ていいよ、ここまた。これやばい。ちょっとケイツは取りすぎだって。シュートめだったよ。怒られるよ。取りすぎだよ。いやいや、じゃあ俺もちょうだい。あ、ちょっと。いや、ちょっと。うん。やさ。じゃあ、こんな楽しいのがある。こんな幸せオーラ溢れてるのがある。このニンニク醤油がいっぱい使ったこの鶏肉に。うわ。はい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 。に。に。なんと。なんと。で、今回こいつをビアカンチキンします。おお、来た、ビアカンチキン。ということはビアが必要。ビア。はいはいよ。はい。ぶち込んで。で、これを。静岡、静岡、静岡、爆
そう、半分ぐらいにしなきゃいけないんで。めっちゃ滑ってるじゃん。ちょっと減らす必要があると。誰が減らす？誰が減らす？じゃあ。ビールだと。行かすごい。これ拾ってる拾ってるよ。拾ってる。めちゃくちゃうまいっすね。やばいよね、それね。これ全部飲んでいいっすか？ちょっと量検知が確認してもらっていいかな。はい。うまっ。え、香りすごいよ。めちゃくちゃフローラルだね。ちょうどいい。これビア缶チキンツホルダー。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 ちょうどね、ビールがハマるようになった。本当だ。で、これを何をするのかと言いますと、まずここに置いてね。挿入。何を？ここ見て見て、ちょっと見て。中にも今あのニンニク醤油が入って、うん、でこれをあの炭が出来上がったグリルに入れておきます。はい、おっしゃー、勝ち確定ですね。勝ち確定ですね。うまくできんのかよ。やれ。やん。こぼすよ。おお。集中だよ。集中。ストップじゃない。いいよ、全部入れちゃって。全部入れちゃって。うわ。それ熱いから、芝生には置かないように。あともうちょい。こいつを、あ、ちょいいいする。45分から1時間焼いていくんで、その間に、さあ、なんか焼くもあんの？セセリでいきましょう。じゃあセセリを焼いていく。しゃ。今日は皆さん、ぬしずりのチャンネルの皆様、そしてサワヤンチャンネルのデスタの皆様、今日スピーチ多めです。はい、はい、人生皆さん抱えてるもの、悩み、うん、逆にこうしたい、ああしたいっていう思い、いっぱいあると思います。今日はこの動画を見ながらですね、僕らのスピーチを聞きながら、明日頑張ろうな、明日も生きていこう、明日も楽しもう、そう思っていただけたら嬉しいです。うん、ということで、酒飲むか。ですか、乾杯。乾杯。ちょっと待って。ネギ塩焼き。うまそう。セセリね、結構ね、首のお肉だからね、細いからね、落ちないように気をつけないといけない。うん、いやー、香りがいい。いい香りだ。よいしょ。味付けは。焦げちゃうから、味付けは、いや、弱火にした。塩分カットなんで、もう、無味。え、なんかあります？なんか、あーっつわ。ここで転がすしかない、最後。焼き回りに。いいね、バーベキュー。久々にやったね。やったね。ザ・バーベキューね。もう全部行きます。もう行きますね。行きました。はいはい。味が薄かったら、そこのね、テーブルでちょっと、しゃぶしゃぶして。ごめんのやつで。うぃ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 セセリがバリウマだぜ。うわー、来ました。あれ、俺のグラスどれ試してよ。いきます。いきます。じゃあまだちょっと入ってる。あーし、ちょい残しいいかい。ちょい残しあは、あは、あはんぼっき。知らない？ダメだ。ダメだ、この人たち。これやばい。おい。日本という国に、こんなでっかいデカブツ2人を招き入れていただき、誠にありがとうございます。日本大好き、日本のお酒大好き、カク大好き、セセリ大好き、乾杯。乾杯。みんなで行こう、みんなで行こう。バリうま。今日はスーパーに見つけてもらったと思う。うん、うまー。味付けもバッチリだな。それではしゃ、さっきから15分20分経ったんで、はい、一回ちょっと回していきたいと思います。回してね。回す。いい音の。そう、あの、いっぺんに
炭を置いてたから、はい、片方だけ焼けてるから、はい、なるほど、タンニングしてるから今こうひっくり返して、あ、なるほど、ちゃんとマシンの中で動かないんですからね。タンニングしたら寝るタイプで結構動かないといけない、一番共感する瞬間動かないといけない、みんなマッチなんでね、開けていただいて、パッカンいきましょう、いいですか、今ない、何度だ、180度、結構いい、開けます、3、2、1、9、ドン、オープン、うわここがシャーシャーなってるシャーなってるよシャーなってるよ、てるよこの角度だったらここにかけれる、ちょっとケツくんじゃ俺やるわ、俺やる、俺持って、持って、あ、ちょっと胸方面で、胸結構いいっすね、あの胸強いっすね、この人胸の上部が結構発達しててフィジーク結構強いっすね胸強いっすねあ、いいね、いいね、もう胸、ま、めっちゃ強いね、胸強い、左足がね、引っかかるんだよ、美脚が、あ、いい、ね、でもちょっと開いといた方が、あ、M 字開脚だ、うん、M 字開脚だ、え何にも、何にも悪くない、 M 字の開脚、ダメだよ、酔っ払いの人たち、こら、お前らしゃ今ね、夕方何時、まあ、5時ぐらいですかね、5時過ぎたわ、5時過ぎた、うん、明るくなったね、まだね、まだこの、そうっすね、まだいらねえのよ、そうっすね5人で戦ってるのに、ね、この飯がないとね、うん、確かに飲めないっていうことで僕ら買ってきました、はい、わっ、まずわっしょい、わっしょい様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 、わっしょい、くくくー、開けてください、オープン、フィン、うえー、ホタテ、これは飲んじゃうわ、ホツタテ、サザエ、ハマグリ、エビ、うわ、これは おつまみのたらこ、バイガイ、バイガイ、ちょっと、バイガイ、そして本マグロのカマ、カマ、うわ、そしてまだある、キャラのまだある、もう出ちゃう、どうぞ、お願いします、はい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 、本日のメインディッシュ、バーバッ、伊勢海老、伊勢海老、さあこれ開きますね、今日かくちゃん開きます、おお、すごい、ちょ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 、一回ちょっと氷で締めないとね、うん、締めていきましょう、うん、本マグロキャマ、これだと塩分過多なんで、オッケー、こんなっすね、それがし、くー、うわー、低めの方がちゃんとかけるOKです、はい、OK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  垂直サザ行きます、やばい、指やばい、指バリうま、指バリうま、え、指やばいよ指やばいよ、下手塩、俺今まで食ったきて指の中で一番うまい、え、ちょ確保してくださいね、うん、指がうまい、こっちのバイガイは、バイガイは、はい、酒と甘めの醤油で煮つけていく、うわいいっすね、バイツガイ、バイツガイはみりんと、うわいいっすね、あー、うまそう、甘辛い感じで、めっちゃうまいよ、えつちですね、すごいね、バイガイもおよろび、およろび、カマを火作り返します、ガンズリ、よいしょー、うわいい焼き目でしたよ、皆さん、ガンズリがこう、ぐじぐじしてます、ちょっとこっち弱めとくか、じゃあそうです、ちょっと火がね、強くて、え、だいぶ減ってきたんじゃないですか、いけそう、そう、急に来る、こっから急に来るから、ね、で、希望を感じるわけで、ここでもう一回絶望に出会うわけなぜかというと、ここまでちょっとね、細かったり太かったりするけど、そうそう、最後太いんだよ、最後すごいね、最後太い、山田さん一気に減らしてもらって、ちょっとじゃあちょっと行っちゃうか、行っちゃう、さあ行こうか、さあ行こうか、行こうか、行こうか、無限の体へ、さあ行こう、おー、優しい、いや、まだ長いから、一回まだまだ、すごい、ごいす、ごいす、嬉しいですね、じゃあちょっとまたお言葉、誰からいただきますか、ケンさんから、ケンさんからいただきますか、いきましょう、サワヤンからご所望が、それでは2年ぶりのキャンプだけど、普段はね結構月1とは言わないけど割と遊んでるんだけど、うん、でもやっぱ街で飲むのとキャンプで飲むのって全然違うじゃん、全然違う、飯もねうまい、うまい、そして酒もうまい、うん、だけどやっぱどこに行くかじゃなくて誰と行くかなんだな、うわーい、お願いします、今日は楽しんでいきましょう、キャブイ、キャブイ、上がってきたね、来た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 、
皆さんが今見てる映像は、3時間の空白の時間が流れております。素敵なものが出来上がりました。はい、本当ですか？ずーっと面倒見てたから15分15分とか言いながら、ね、3時間の間ずーっと15分刻みでちゃんと見てきました面倒、はい、じゃあ行っちゃって。お兄ちゃん、お兄ちゃん、名前ですか？気合が行きます。最高のチツキン。うわー、じゃー、うまそう。うわ、やばい、やばいよ。なかなか長いよ。すごい。ブッラ。ビアカンチキンのニンニク醤油で。ニンニク醤油の。絶対うまい。こちらじゃあ僕が切ってくんで。おお。やりましょう。よっしゃ、やばい。ください。あー。パパパパパ。パパ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 釜からいっちゃう。もう釜ここに乗せちゃうもん。よいしょ。はい、でこっちにザーザエ。みんな好き？大好き、大好き、大好き。大好き。これ、これでハイボールって2リットルいけるもんね。確かに、ね、5いける。もうこれ食べ終わったらショットグラス。ショットグラス、あ、これもショットグラス。ショットグラスになる。わかる、みんな今もう見えてると思うけど、俺たちはこれを見ながら飲んでたぜ。お前らそりゃ酔うさ。いや、この素晴らしいロケーション、うん、そしてうまい肉と海鮮、うん、こんな素敵なキャンパイがあるのかよってぐらいで、みんなさん楽しんでいきましょう。キャンパイ、キャンパイ、キャンパイ。表面のウイスキーだけ吸ってた。やった、うま。それでは鶏肉切っていきます。山さんお願いしてもいいですか？お願いします。これ鶏肉っちゅうのはこう切ってきます。真ん中から。真ん中から。お汁がビュッてしたよ。いや、ビュッて出た今。ね、ビュッて出た。うわー。うわー。熱血ですね。これ抜こう、抜いちゃおう。Thank you。でも断面見せ、断面、断面、断面。ずーっしゃい、ずーっしゃい、ずーっしゃい。うわー。ここ胸、ここ胸肉なんで、今日ヤンが食べると思います。いや、いただきます。胸だけで十分です。じゃあ、お兄ちゃん、今日もも食べますか？もも行っちゃっていいですか？足、いいんですか？一番うまいとこ食べて。いいんですか、いいんですか？うわ、うまそう。これはやばいね。もも絶対うまい。じゃあ、うわ、食べてる、食べてる、食べてる。うわ、すごいよ。うわー、すげえ。海賊や。いいっすか？表面も。いただきます。いい、いい、いい、ちょっと。うまっ。うわぁ、うまそう。絶対うまいよ、俺。すごい。すっげえ腹減ってきた。やばい、ね、これやばいっすね。めちゃくちゃうまそう。これはすごい。うわ、これ、これいっちゃうんじゃない？これ、お兄ちゃん、お兄ちゃん、回復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 、水分補給。あ、いった、いった、いった。反復横跳びが、すごい。止まらない。はい、じゃあ、お、出た、出る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 。バズリウマ。バズリウマ。今日ずっと滑ってるんだよ。それでは、いただきますか。いっちゃってください。絶対。あ、すごい。やっぱみんなそうなるっすね。いただきます。みんな息づき荒くなるっす。異次元。うわぁ、今やった。今やったぞ。行くぞ、行くぞ、行くぞ、行くぞ。ささみ乾杯。ささみ乾杯。バリうま。これって。ああ、いっちゃっていっちゃっていいよ。やっちゃって、やっちゃって、いっちゃっていいですか。やんちゃん、やっちゃって。ちょっともうビールの旨味がやばいもん。手間取って。こう胸を。
もう止まらない。うわ、皮見せてあげて。か、見てください。お汁が先生。これやばいよお前。お汁が先生。もうかかっちゃってますか。かかっちゃってます。いただきます。ジルが出て、ジルが。来るか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 。来るか来るか来るか。パチン。やばい。はい。はい、これはこれ幸福度高いよね。幸福度高い。幸福度ぶち上がりですね。ぶち上がり。うんうんうん。ジューシーだね。すげえ。すごいっすよね。胸肉がこんなジューシーな。うん、やばい。皮パリッパリだね。ね。北京ダックじゃん。すごい。うーわ。野生。一週間飯食ってなかったぐらい。うまっ。サザエも行きましょう。うん、うい。これちょっと、あ、惜しい。蓋をね、蓋をオープンザプライスしなきゃ。うん、これちょっと、うん、行っちゃって、やんちゃん。うまっ。もう地べた。もう地べたよ。最後何が出るんだ。いや、熱がある。地球っていいな。うん、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 うまっ。美味しかったですね。いやー、最高ですね。だけど、入れるか入れるか。もう半分ぐらい。ちょっと今ようやく半分。はい、まあ、こっからっすね。こっからガッツリいきますか。こっから一気にぶっさかけて。ジャンゼリー、ジャンゼリー。よしよし。あんたさん、もっともっといいですか。いいよ。キモー。うーわ、キモー。キモ。優しい。優しい。優しいじゃん。いやいや、ケンさんはケンさんは。あ、いやいや、ケンシュの。優しい。半分ぐらい入ってんだよね。あ、ヤマトの氷がいっぱい入ってます、ね。いやー、氷ちょっとこれ持ってるな。氷が。燃えちゃった。間違えた。間違えた。間違えたよ。おいちゃんさん。半分。半分だ。半分。折り返し点。すごいですね。ほら、いい色になったじゃないの。夕日に合わせてね。もう一回沢ちゃんから。沢ちゃん、沢ちゃん、厚めの、厚めの方でお願いします。厚めのね。いや、皆さんね、このチャンネル、ご覧になってる皆さんも、日頃ね、たくさんの嫌なこと、うん、そういうものを抱えながらこのチャンネルを見て、元気を出してくれてる、うん、僕らもね、抱えてることあります。同じです。生きてる環境は違えど思いは同じ、美味しいお酒を飲んで、うまい飯を食って、最高の中身に囲まれて、明日も元気に楽しく生きましょう。人生生きてなんぼ。乾杯。乾杯。ごめん、タコのウイスキー俺やばい。よっしゃー、最高。ありがとうございました。ありがとうございます。こっからも焼いてくから。焼いてくから。じゃあ本で何を焼いていくのかと言いますと、はい、サワヤンチームから牡蠣。おしゃれ。岩牡蠣。岩牡蠣。いや、夏だね。ね、当たったね。そしてそして伊豆主は伊勢海老。バー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 。何何それ。次のフェーズに行きましょう。よいしょ。しゃあ。これ一個いくらこれ。安い。やばくない？マジ？静岡のスーパー。やばくないか。100円。やばくないか。そして今よ。わっしょい様。おい。よいしょい。よいしょい。すごい。氷がちょっとついてるんだな。いってらっしゃい。うわ。
おはようございます。おはようございます。あ、磯の香りが最高、ね、磯の香りがすごい、やばいな、魚粉。こういう景色あるからこそこういう幸せあふれる、うん、あの会話が生まれてしまう、うんうん、あの視聴者の皆さんはどういう感情になるか分かんないけど僕らは幸せなんです、はい、それだけは分かっててほしいです。サーちゃん、サーちゃんもらっていい？ヘギシヘギシかわいい、ヘギシ。それにしても力強いね、かくちゃん。そうだね、うん、めちゃくちゃ華奢なのにデッドリフト240キロぐらい上げてる。あー、そんな感じですね。あ、いやいや、違うまだずっと持ってるから。ユンチョル、スピーチなかなか普段しないんじゃない？しないよね。確かに、じゃあちょっと自分の前あんま言わないから、うん、出会った時は全部吐き出すよ。結構体で表現しちゃうタイプなんです。ええー、そうなんですよ。夜長いからね。長い、ちょい、おいちょい、おいおい、夜は長い、寝ちゃダメだから。オーケー、オーケー、ユンチョル、じゃあちょっと行かせていただいてもいいですか？はい、じゃあ。じゃあまずは本当に、うん、あのこんなにね、あの素敵な会を開いてくださって改めて本当にありがとうございます。一回乾杯しようか。一回行こうか。そうだね、一回ね、フレンチキス、さすがにね。はい、本当にもう主釣りのみんなと会うたびにやっぱりこう、なんですかね、生きててよかったなっていう。間違いない。なんか命を感じ、なんか感じるんですよね。みんな立ってる生命を感じるんですよ。なんかこう自分たちをすごいこう解放して生きてるなっていうのをすごいこう肌で感じてて、まあ僕たちもまあ普段はもうきっちりね、まあ仕事も頑張ってやってますけど、なんか本当にこうやって主釣りのみんなと会える時がなんかこう羽休みの時間っていうか、なんか今日主釣りと会えるなって、もう楽しみでしょうがないですよ、もう会う前から。好きなんですよ、好きです。で、会ったら会ったでやっぱ最高だなって毎回こう思わせてくれる、もう最高の人たちに出会えたこと本当に感謝してます。奇跡、奇跡です。これからも一緒に奇跡を起こしていきましょう。キャスマイ、キャスマイ。さすがに、いいスピーチ、ゲンイチが言ったぞ。いいスピーチすぎた、いいスピーチ。その前に、あ、もうその前に出来上がってきたんじゃないでしょうか。おいおい、いいピンク色だ。ピンク色、ピンク色、ピンク色、ピンク色ですね。エツチなピンク色、エツチなピンク色ですね。あと、もう大量です。日を入れすぎたよ、日を入れすぎたよ、日を入れすぎたよ。牡蠣できてます。牡蠣ちょっといって、サオが食べさせてくれってみんなで。あ、牡蠣ある。はい、エイジも、うわ、うめえ、うまし、うん、やーまと、うまっ、うん、うまっ、うまっ、ない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 、おー、うまい、ない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 、あー、そうそうそう、うまい。あるやん、ある、あります。牡蠣がメインじゃないの、めちゃくちゃ、伊勢海老忘れてるでしょ。たガバッとひねりながらって感じですか。ちょっとバイクみたいにひねりながらですね。フルスロットルでバイクみたいに、おいしょ、うまそう。ブリツブラーガー。じゃあこれをケンチが持ってもらって、いやこれはちょっとね、サワサワが持ってもらって、サワとケンチで食べ合い。あ、確かにそれ見たいですね。乾杯、キャンツパイ。で、お酒をからのあ、そう嘘でしょ、嘘でしょ。あ、特殊な訓練、特殊な訓練受けてます。特殊な訓練受けてます。これはすごい。ようやくホロ酔いにたどり着いた。ようやく、ようやくです。めちゃくちゃうまい。え、甘みがすごいっす。うちらは、いきまーす。はーい。あんつ、あんつ、あんつ。ジューシー、ジューシー。危ない危ない、ちょっとで、ちょっと。ああ、いやいや、無理でしょ。ヤンは無理、ヤンは無理、ヤンは無理。おい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 。ヤンは無理だよ、これ、飲めない飲めない飲めない。いって。
おいおい血出た。何やってんの何やってんのお兄ちゃん、うん、タンパク質ブリブリ、うん、うまっやばいこれ2.5 いきましょう。これでラストで一気にいきましょう、そうだね、これで減らしましょう。もうやっちゃん、お願いします。もうがっつりいきます。もう全員かかっていきます。バー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 バいや、久しぶりで、サワヤンとこうやってじゃなきゃできないですから。確かにね、もう普通に楽しいね。ね、最高っす。もう、はい、それでいただいて、サワ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 、バカ怖いんだって。お兄ちゃん、お兄ちゃんやばい。お兄ちゃん、お兄ちゃんやばい。お兄ちゃん、いいね。そしたら、じゃあ、このお酒を持ってもらって。あ、いいよ。よいしょ。俺たちおかしいんだったら。どうする？ラスト。大丈夫。現地から。はい。県津一がね。県津一が。県津一が。県津一が。県津一。県津一、僭越ながら、はい、行かせていただきたいと思います。この前俺らもキャンプに行ったんだけど、うん、キャンプの仕事をしてるからキャンプって仕事になりがちなんですよね、うんうん、そう。でその中でやっぱ自然体でいることの難しさがかなり感じてる、うん、でやっぱその2人はね YouTube という舞台で最前線で戦ってるから、うん、それってすごいプレッシャーになることもたくさんあるんじゃないかなっていう思うんですよね。何にせよね、撮影があるのにこんな状態になってます。いやいや、そう。なめんなよお前。オフだよ。そうそうそう。オフだよ。強制休暇だから。その中でね、楽しんでいくことっていうことを忘れないように、俺らも楽しんでいきたいと思います。うらまだまだ夜は深いです。楽しんでいきましょう。キャンプイ、キャンプイ。明日今日よりも好きになれる溢れる思いが止まらない。今もこんなに好きでいるのに言葉にできない。終わり終わる今で終わったから今で終わった。最高。